盆栽エンパイアさん15周年おめでとうございます。ありがとうございます。先生のような世界的な盆栽作家に祝っていただくと盆栽エンパイア一同大変光栄に思います。今回はウェブサイトを閲覧している世界中の盆栽愛好家から質問させていただきます。この中で一番多かった質問、日本ではどんな木が賞を取るにふさわしい木か、それを理解する上で小林先生の作品の中で一番気に入った盆栽を紹介してください。まあ、私はね、盆栽に関わりまして40年間盆栽を作ってきました。最初の若い頃はやっぱり、賞を取るための盆栽とか、やはり売れる盆栽、きれいな盆栽を作ってきましたが、40年やってみて、気がついたことは盆栽の本当の魅力は何だろう、そのことに行き当たりました。そして、盆栽の本当の美しさっていうのはやはりその面ではなく線ですね。線の美しさが盆栽をより美しく引き立てる、その線によって厳しさ、そういうものを、作り出すものです。ですから私はこの真柏を、昔内閣総理大臣を取りましたけども、その後、こういう状態だったきれいな盆栽、今まではきれいな盆栽を作って私は来ました。しかし今は、このようにですね、枝を抜いて、幹元を見せまして、幹元を見せて線の動きを引き出した、ね、線の動きを引き出した、木作りをしてきます。その中に厳しさを表現してきました、ね。盆栽の魅力っていうのはやはり、厳しさがあるから美しい、私はそのように思います。はい、元の木の状態からどうしてそういうふうに変えようと思ったんですか？そうですね、まあ、これ私の精神的な、元の状態からだと精神的な成長の表れだと思います。画家がいろいろその作風が変わるように私も盆栽の木作りの作風が変わったわけです。最初の頃はどうしても力がないために売れる盆栽、賞を取れるための盆栽を作りをしてきました。しかしやはり私も67歳になりまして、もう別にお金とか名誉にこだわらなくなりました。そしたらやはり自分の感性で本当の盆栽は何だろうということを追い求め、このような作風に変わってきたわけです。将来この木はどういうふうに作っていきたいと思ってますか？そうですね、盆栽は生きていますので完成っていう姿はないんですけども、より求めていくのはより、やはり線の美しさをどう引き出すか、そのことによって私は本当の感動っていうものを人に与えられるんじゃないかな、そのように思っております。なるほど、はい、自然の厳しさをその自分の作風にこう表していくっていうのは、そうですね、内から出た、内面から出た、まあ、精神性ですね、精神面をこれからは私は訴えていきたい、このように思っております。お金儲けのためじゃない精神の世界に、そういうことですね、はい、ですね、なるほど、ありがとうございます。はい、我々にとって先生にインタビューできたことは今後の大きな一歩になると思います。本日はインタビューさせていただき本当にありがとうございました。はい。